3日間鬱陶しい天気の中でありましたが、熱戦が繰り広げられてまいりました。素晴らしい競技、そして大会記録もまたまた今日も更新となりました。さあ最後またまた素晴らしいタイムが出るか。大会記録は3分15秒01十分に可能なタイムかと思います。それでは予選を勝ち抜きました8チーム、最後どうぞ盛り上げに協力していただければと思います。スタンドの皆さんもよろしくお願いいたします。出場チーム第1レーン、東海大坊陽、富澤君、小川君、川口君、宇沢君です。第2レーンに八千代松陰、大野君、山内君、浜川君、岡君。第3レーン、市立松戸、松本君、木山君、佐々木君、菊池君。第4レーン、東海大浦安、梶君、小島君、田口君、花田君。第5レーン、市立船橋、平野君、栗原君、林君、山崎君。第6レーン、成田、本間君、宇賀井君、石鍋君、庄司君。第7レーン、西武大千葉、川上君、佐藤君、海保君、島根君。そして第8レーンに船橋放電、栗山君、畠山君、門田君、佐藤君。さあ、三の皆さん、もう一度合わせまして、この8チームに大きな拍手をお願いいたします。素晴らしいレースを期待いたしましょう。最終種目となりました、男子1600メートルリレーの決勝レースです。松陰が優勝、東海大坊陽もランキング1位の時がありました。東海大浦安は連覇もありました。市船も優勝何数度複数回しております。成田、全国高校記録を保持しております。西武大千葉、岩手インターハイで第2位でありました。なんとなんとすごいチームが集まりました。まあそれは違うメンバーではありますが、さあどうでありましょうか。予選のタイムからしますと成田高校が大きくリードしているわけでありますが、でも決勝はメンバーも入れ替えは分かりません。先頭は成田が来たか。成田は本間君、インターハイ400ハードル入賞です。そして市立松戸高校も健闘、西武大千葉、そして市立船橋、もう本当に本当におなじみのチームであります。さあ西武大千葉が追っかけ、西武大千葉が追いかけております。先頭は成田、西武大千葉、市船、市立松戸、後ろから東海大浦安高校も追い上げた。さあ男子の方は接戦、まだまださほど大きな差とは言えません。十分逆転の範囲内。さあ市船頑張った、市船は栗原君頑張った、成田、市船、西武大、浦安、市松、さあ船橋放電、八千代松陰、東海大坊陽と続いております。さあ大きく離れた。さあここから東海大浦安が上がってきた。西武大、市立松戸高校も粘る。さあさあ市船とちょっと少し差が開いたか。先頭は成田、安定したそのセーフティーリードと申し上げておきますが、さあここからラストのこの直線で、さあ市松が強い。佐々木君追い上げた、追い上げた。さあどうだ、アンカー勝負だ。さあアンカー勝負、東海大浦安もアンカーは花田君。さあ市松が成田、浦安、さあどうだ。成田のアンカーは庄司君、インターハイでも走っております。いやいやいや
いや、これはどうなる、どうなる、どうなる。さあまだ花田君余裕あるか、庄司君も余裕があるか。ここからです、ここからです、2強の争いか。最後はさあ直線勝負だ。さあどうだ、さあどうだ、かわした、かわした、トゲでラスト、すごい。いやーすごいレースでした。さあこの8チーム32名にどうぞ大きな拍手をどうぞ。まあ皆さんの予想はどうなりましたでしょうか。トップ東海大浦安3分15秒24、惜しかったですね。3分15秒0いくつだったので、01ですので、まあでもコンチャントを考えますとそれに匹敵するかそれを上回るような好記録だと思います。東海大浦安底力、アンカーの花田君が頑張った、そして成田、市立松戸高校しぶとかった、よく頑張りました。市松第3位に入りました。そして西武大千葉、途中まで何になるか分かりませんでした。そして5位は市船、そして宝田高校も頑張った、第6位、そして東海大望洋、八千代松陰と入ったレースでありました。大興奮の男子 1600m リレーの決勝でした。